Ciao ragazzi, qui è Flash 81 che vi parla. Oggi continua la serie I Cavalieri dello Zodiaco. Quindi ci si vede alla fine per i saluti finali, ma intanto sigla!掃除球の迷宮を脱出した佐賀、修羅、神尾の3人は処女球に足を踏み入れる。その球を守るのは最も神に近い男、乙女座バルモのゴールドセイント釈迦であった。佐賀と共に侵入してきたスペクターたちを一撃で全滅させた後、釈迦は佐賀たちに問いかけるのだった。佐賀、シュラ、カミュ、お前たちを監視していたスペクターの雑魚は片付けた。これでもはや心配あるまい。さあ、今こそ本心を打ち明けてくれ。本心ならば言おう。アテナの首を取ることだ。そうか、お前たちほどの男、ハーデスの軍門に下っているのではない。心の底では私たちに言えぬ何かがあるのだろうと思っていたのだが、これではっきりと私の心も決まった。この釈迦の一命をかけ、今こそお前たちを撃つ。処女球をこれ以上血で染めることはアテナに対して恐れ多い。三人とも私について来い。どこへ行く、釈迦よ。死に場所さ。何？なんと、処女宮の脇にこのような広大な花園が。これが噂に聞く、サラ僧侶の縁。釈迦はブッダの生まれ変わり、死ぬ時はサラ僧侶の下。そう聞いたことがある。釈迦は我ら三人を相手に死ぬ覚悟だ。迷わずあの世に行ったな。よ、ファイト。と我が聖剣の前に散れ。釈迦、オームエクスカリバー。オームはまだ早いわ。アテナの随一の中心であったお前が、なぜ釈迦。この世は諸行無常。そうだ、変な構図。この世にはないのだ。変な構図。さほども変な構図。さすが釈迦。さほども期間は変な構図。終わらん。残念だが、しないよ。
お前はここで終わりだ。どこにも逃がさん。私の顔を引導代わりに迷わずあの世へ行きたまえ。もう勝ったつもりだ。死にましょう。貴様だ。釈迦、引導を渡そうか。おお。おお。天魔降伏。主君。オウム。このまま冥界へ舞い戻るがいい。天武放輪。でやられるわけにはいかん。KO。ウィナー。おとなしく冥界で朽ち果てよ。心して仕掛けてこい。もはや語るまい。ファイト。フリージング効果。今度は私が相手となる。私の放つこの闘気の中、いつまで自由に動くことができるか。これだけかね。オウム変な放出。神よ、それだけ。お前の五感、ことごとく奪ってくれる。そうはいかんとしよう。お前の亡骸はサラ宗樹の下ではなく、この神竜の甲で氷漬けにしてやろう。変な放出。それだけ。変武放輪。オールライクキュース。さすがはかつて変な放出。侮りがたいものに悠長に押しにしている暇はない。さあ、冥界に送り返してくれるぞ。どうだ、死ぬのは恐ろしい。滅んだな、一度は滅んだな。死など恐るるに足りん。ならばなぜハーデスに下った。バカミューよ、運動を渡せ、打たせてもらおう。陸道輪廻、地獄界、ガキ界、畜生界、修羅界、銀界、天界。これは君の死に場所だ。ウィナー。不浄なコスモでは私は倒せぬ。修羅に生きる者どもか。お前の死は無駄にはせぬ。ファイト。行くぞ釈迦よ。オウム。アナザーディメンシャル。お前か。悪は見えぬ。あ、トシッチャー。オウム、お前は本当は無駄。くどい。我らの目的はあんたの組のみ、これ以外にはない。どうしたんだ、迷っているようでは俺には勝てんぞ。かつてゴールド戦士で最強と言われたお前が相手で、この釈迦も無傷では済むまい。どこを見てよかろう。この命を捨ててお前を撃つ。神は心を失く涅槃へ旅立て。釈迦よ、ただではこの命変化に上がれるはいかん。今楽にしてやる。受けを渡せ釈迦。アナザーディメンション。ここがどこだよ。この場所をどちらのその場所にするか、運動を渡そうか。サラ掃除の花は散らない。バルゴの釈迦、最大の奥義、天武放輪。この天武放輪にかかった以上、もはやお前たちは攻めることも逃げることも不可能だ。なお、しまった。我々は釈迦の術中にはまってしまったのか。私を倒すため、お前たちに残された唯一の方法は、もはや、あれ以外やるまい。何？あれとは、まさか。そうだ。ゴールドセイント究極の、影の東方、アテナエクスクラメーション。アテナエクスクラメーションだと。あれは、あれだけは。もはやハーデスの戦士となり下がったお前たちが何をためらっているか。そうか、釈迦よ。ならば望み通り、アテナエクスクラメーションをくれてやろう。待て、サガ。アテナエクスクラメーションをやってしまったら、俺たちはもう。
セイントだった証を剥奪され、死して後も未来永劫族の烙印を押されてしまうのだぞ。我々はどうあってもアテナの元へ行かねばならん。そのためなら喜んでセイントの名も名誉も捨てるべきではないのか。そうだな。我らは一度死んだ身、卑怯者のそしりも甘んじて受けよう。行くぞシャカ。そのあまりに凄まじい破壊力のため、神話の時代よりアテナに禁じられた究極の影の東方、アテナエクスクラメーション。荒屋敷。風よ運べ、アテナのもとへ。荒屋敷。舞い散る花びらに血文字で書いた犠牲の句を残し、サラ僧侶の下で釈迦は消滅した。それを見届けたサガたちが処女宮に戻ると、そこには駆けつけたムー、シリュウ、そしてアイオリアの姿があった。釈迦の死を悟ったアイオリアはまさに行かれる獅子と化していた。眠れる獅子が怒りに目覚めたか。アイオリア、彼らが釈迦の天部降臨にかけられた、もはや廃人も同然。そんな者たちをあえて撃たなくてもよいのではないか。釈迦がなぜ死んだのか、そこにはもっと深い意味が隠されているような気がするの。ムーよ、思慮深いことは結構だ。しかし目の前で同胞が殺されているのを見て、何の行動も起こせない奴はもはや男として認めん。さあ上がってこい。今度はこのアイオリアが相手だ。ハーデスの倉庫になり下がったか。よみがえりし我がエクスカリバー。ファイト。我が聖剣の前に来てこい。来ないならライトニングスラッシュ。お前たちの息の根を止めるまでだ。やるしかないの。ライトニングスラッシュ。俺が相手になる。ライトニングスラッシュ。釈迦の仇。ライトニングスラッシュ。釈迦に詫びよう。まさにイカれる獅子といったところか。しかしこのままでは終わるわけにはいかない。石の礼には効かんぞ。この身に汚え。タイトニングスラッパー。アイオリア、恐るべきパワーだ。タイトニングスラッパー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 。お前の力はそんなものか。タイトニングスラッパー。この身にはもはや戦う気も失せたのか。アイトニングスラッパー。これで終わるわけにはいかぬ。カホドも使うわ。させたのはお前だ。覚悟しろ、スラ。受けよ、獅子の牙を。はぁ、ライトニングボルト。これが貴様の限界か。ウィナー。スペクターなど、この俺が今こそレオの力を見せてやる。言うことは何もない。ファイト。ファイトニングスラッパー。神よが相手だ。彼が相手であろうと同じこと。それだここまで葬り去るのみだ。ファイトニングボロ。せっか一人。それだファイトニングスラッパー。せっかく風にも置けんやつらめ。フリージングコース。ファイトニングボロ。アテナの元へ突き進むのみ。アイトニングプラスマ。もはやゴールドセイントではない。それだけ。アイトニングプラスマ。約束となって今お前に語れることは何もない。覚悟しろ、カミュウ。これがお前の二度目の死に場所だ。それだけ。アイオリア、手を獅子の牙を。アイトニングプラスマ。これが貴様の限界か。あの世で釈迦に詫び。
アイオリアよ、我々に残された時間はあと4時間余り。それまでにたとえ這ってでもアテナのもとへ行かねばならない。それを阻む者はたとえ誰であろうと釈迦のように殺して通るまで。面白い。ならばこちらも言おう。もはやお前たちはここから一歩も進むことはできぬ。落ちるところまで落ちたか。邪魔をする者はどんな手段をもってしても。ファイト。見ろ、この噴火器を出てきたのか。シャガが死んだというのに黙って見ていられるか。スカーレットニードル。見る、私もできることならシャガの仇を撃たせてやる。何かしたのか。スカーレットニードル。だがまだここでお前にやられるわけにはいかんのだ。どこを見ている。カーレットニードル。俺が片付けた。報復が死か。ヒューゴアの罪を与える時期。スカーレットニードル。ウィーナー。これが悪に染まった者の末路だ。言ったはずだ。我らに残された時間はあと4時間余りしかない。邪魔する者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。三位一体のあの構えは一度犯した禁断の技、今さら何のためらいも持たん。お前たちも全員釈迦と同じように消し去ってくれよ。サガよ、何か忘れてないか。こちらにもゴールドセイントが3人いるのだぞ。あれはアテナエクスクラメーション。バカだ。そう、バカ。これビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーションがぶつかり合い、サンクチュアリ全体が消滅してしまうことだろう。サガ、そんな愚かな技の掛け合いをあえて選ぶか。望むところよ。サンクチュアリ全体が消滅するならアテナの首を取る手間が省けるというもの。愚かな。もはや問答無用。アテナエクスクラメーション。アテナエクスクラメーション。ご覚悟か。こちらが落ち始めたぞ。バカな。よせ、シリュウ。この均衡が崩れた後の衝撃にゴールドクロスのないお前は耐えられない。そんなことで逃げるなら初めからここへは来ない。これでもアテナのセイント、死はもとより覚悟の上。行くぞ。だが最大の王妃オザン昇竜派。サラの花びらに血文字が。これはシャカが私に託した句。荒屋敷シャカ。やっとわかりました、あなたの死の意味が。そして今こそ私の覚悟も決まりました。
Bene ragazzi, qui il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, ci si vede per il prossimo video, da Flash 81 è tutto, ciao!